はい、どうも皆さん、こんばんは、よしもねーす。さあ、イレブンやっていきましょう。で、前回さ、なんか、セーニャの技の中で、MP0 で、味方を全員復活、状態異常直す HP 回復みたいな技あったじゃん。あれ、なんか、連携をやった後に一回だけ使えるような技らしくて、だからね、あれだわ。あれ。普通に、おっちゃんにしよう。うん。セーニャよりおっちゃんの方がね、やっぱ、ルカニがかなり強いからね。あウルノーガーと戦う前のやつだね。え？マジか。うわ、不謹慎だけどショートあんま似合わねえな。何、何が起きてるのこれ。これでセーニャのスキルパネルが解放される感じ？ああ、セーニャが引き継ぐんだ、ベロニカの技。なんかどうすんだろうと思ったんだよ。セーニャは攻撃も回復もできるようになったよってことだ。おお、それじゃルカに覚えてるじゃん。覚えてるよね、多分。セーニャ強くね。セーニャ強くない？そしたらさ、めちゃめちゃ魔法増えたでしょ。あ、ルカに覚えてる。これは強いぞ。そしたらバイキルドも覚えてるわ。うわー、じじいらねー。せいや、つえー。
けおあれが魔王がいるところでしょ。もうじゃもうラスボスじゃね。あでも6軍をあと2人残ってんのか。うわなんだこれ。瞬間移動してきたんだね。え釣り竿え？え、どういうことなの？うわーすげえクジラだ。え背中の紋章めっちゃかっけえんだけど。俺が今まで見てきたクジラで一番活かしてるわ。こいつがケトスか。まさかこれが釣り竿だなんてな。これで空中切るようになったってことだね。天空に浮かぶ島。うわーすげえ怖っ落ちるわこんなん。高所恐怖症の俺ら絶対無理だわ。うほら見て紋章かっこよすぎじゃねえか。うわ目がいかれてる目はいかれてるな。何人か人やってる目してるわ。目怖っ。なんであんな目怖いの。あ背中はめちゃくちゃ生かしてやがるな。行けるとここれでめっちゃ増えたろうね。あそこが魔王の城臭い。あこれが魔王の城か。おお闇の結界。空中に浮かぶ島ってあれしかねえじゃんこれしかないじゃん。これ違うの。島じゃないかこれ。えこれ行けない。あ行けないわ。ドラゴンボールみたいなの置いたっけ。あ島あった島あれだこれだろ。他にも多分いろんなとこ降りられるようになってると思うんだけどどうなんだろう。えなんかこれ光ってる。なんこれ。なんで光ってるのこんな。おお高台だって。こういう高台とかに多分メタルキングいると思うんだよね。おーっと結構広い。そんなことはねえな。あれ敵いないね。うわ敵いないわこれ。ってことは宝箱のエリアなんじゃないのこれ。これなんだ。シルクソウ
あ、全部初めてだ。奈良色の眉とか結構レア素材っぽくない？錬金でさ、あれ宝箱はないね。ここでしかゲットできない。多分アイテムゲットできますよみたいな感じか。宝箱ねえわ。忘れられた地、完全にクリア後でしょこれ。今来るところじゃないだろう。わ、すげえとこ来たよ。何これ、忘れられた塔。あ、そんな高くないよ。でも忘れられた塔ってことは元は忘れられてなかったんだ。あ、この白いやつらがめちゃくちゃいる。張り付いてる。うわ怖えわ。逆に怖えわ。うわいっぱいいんじゃん。宝箱。お、女神の秘密。これそこそこ強そうだね。こういうところにあるレシピだし。入れんのかな？入れなそうだね、なんか。ああ、やっぱ入れねえわ。不思議な形のくぼみ。ほんとだ。これゲットしないとダメってことだね。これ上の上がり方、こうやって上上がるんだ。だからこれでいけるかな？あれ、いけない。なんで？上に上がって、上に上がって、上に上がって。なにこれ、なんでいけないのこれ。ファッ！なんか、竜系がいっぱいいる。竜の巣だ。これドラゴン博士の赤バージョンだね。ドラゴンビショップ。え、なんか色が結構いってるな。色がいってるな。めっちゃ強いやんけ。 MP が足りない。魔法系か。まあ、ビショップってついてる。素早さ高くね。素早さ高すぎだろ。魅力上げたから結構ダメージ量も増えてると思ったけど、そんなことはなかったわ。早くちょっとギガブレードの上、ギガクラッシュがあれ覚えたいな。そう簡単にはいかねえか。そしたらバギクロス打ってみよう。かっこいい。経験値は？あ、4000。まあ、普通だね。4000ぐらいはそこら辺でも手に入っから、まあまあまあっていう。ドラゴンの島って感じだ、単純に。これは魔法の鍵じゃ開かないもんね。盗賊の鍵のレシピもどっかに落ちてんだろうね。セーニャスキルどうしよっか。セーニャの武器スティックだもんね。まあいいや、ちょっと適当に見るか。とりあえず常時回復魔力プラス10と、あとはスティックのスキル取ろう。デビルンチャーム、これは回復魔力プラス30。キラキラボーン、悪い効果から仲間一人守る。なるほど。戦闘勝利時で MP 回復はでかいな。これは二刀の心得。あ、なに、スティックもスティックも二刀で装備しろってこと？それは、うん、ここら辺のスキルあんまって感じじゃない、ぶっちゃけ。魔導書取るか。ちょっと攻撃魔力もこれベロニカから受け継いだ技だというかあれだし。これは呪文を唱えた時たまに2回連続で呪文が刺さる。これ強いじゃん。え、65ポイントだって、やば。でもこれかなり強いと思うんだよね。ここも気になるね。あ、でも槍か、槍ならいいや。で、攻撃プラス10、 MP プラス10、不気味な光、まあ MP プラス10でいっか。これ強いね。土プラス火プラス、あとはこれ取りたいね、炎。あ、ここ取って、で、ここ取ろう。で、これ確かあれ、暴走魔法陣みたいな。お、違う！魔力学生。へぇー。まあ、こんなもんか。え？大二の念頭にいた不思議な以外は感じるけど枯れてる。あれで、ここってさっきあれじゃないの？俺がなんか、宝箱とか言って宝箱結局なかったとこじゃねこれ。あ、そうだ、なんか、また間違えて来ちゃったけど、なんか収穫あったから、まあええわ。そしたらそろそろちょっと島行く？これ、なにこれ、岩石山みたいな。岩石山みたいな、なんだこれ。天空の古戦場。わ、すごいとこ来たよ。
これあ、いけないか。ここもクリア後かな。じゃあここだね。てかなんか、なんかめっちゃ家あるけど。あー、これ預言者住んでしょ、住んでしょって言ってた。住んでそうだね。がっつり家ある。あれ、今まで気づかれなかったんだね。オッケー、ストーリー進んだわ。神殿なんだこれ。家じゃねえか。一周回ってみたけど宝箱はないな。仕切ってやがるねこれ。これスライムの、ほらスライムの顔してるよこれ。つか結構でけえな。これ誰だろうね。いや、宇宙人なんだよな。宇宙人なんだよな。神の民。へえ。この宇宙人が神の民だって。なんか腹立つ顔してるな。へえ。あ、せいにゃこうしてみるともうなんか慣れたな。違和感なくなったな。聖なる種火。運がいいな。あ、子供なんだ。ああ、もうこんななんかすごい笑顔だけど、もう家族とかもう友達皆殺しにされたんか。子供なのにお前めっちゃしっかりしてるやんけお前。さすが神の民。もう勇者って見抜いてるからね。もう宇宙人とか言ってごめん本当に。宇宙人はもうなんかあれだったわ。すごい綺麗だね。もうすぐ反応。紋章がすぐ反応。なんかマルティナおっぱい大きくなった。お前この旅の途中にパッド入れてんじゃねえぞお前。そういう旅じゃねえからこれ。何に使うんだろうね。防御系ってことでしょ。あれ？
これさっきなんかさ、力が失われてるみたいな書いてあったやつやん。俺がさっき見つけたのはなんか枯れてたけど、これピンピンだね。ピンピンだよ、これピンピン。あー、これ先代の勇者じゃない？これ絶対そうやん。おお、あれが勇者老主か。先代は4人だったんだね、パーティハンマー。なんか伝説の武器を作るためのあれみたいな。情報がちょっと断片的すぎてもう何もわからんかった俺。はあ、そういうことか。その鉱石が火山にあるってこと？また新しく作っちゃいましょうって話だ。すごいね、勇者の続きが2つになっちゃうってことだもんね。じゃあまずはハンマーを手にしなきゃいけないんだね。いや、ほんとストーリーが長くて嬉しいわ。もうずっとやってたいもん、ドラクエ。まだラスボスは遠いね。あ、聖なる垂れ目を持って冒険してた。それを早く言ってくれよ。あ、天空の古戦場をこれで行くんだ。へえ、だから古戦場ってことなんだね。
さっきはなんか闇のブワーってなんかあったけど、聖なる垂れ耳持ってくと多分それがなんか払えるみたいな感じだろうね。世話になったな宇宙人。お、なんでルーラーの行き先忘れてたの？あ、ここに火をつけて消えるってことね。あー、そういうことか。それは食材あったね。これ食材で読み方合ってる。結構長そうだな。